前あのねマフィア梶田さんに一瞬こう見せびらかしましたけど、ちょっと随分ちょっと発砲してなかったんで、やっぱこの番組基本的にはその銃による解決、これをね目指していく番組。はい、ということでいきますね。はい、いきますよ。結局ね。はい、ということで結局目が覚めてまいりました。さあ、ということで、最後のゲストコーナーですね、ご紹介いたします。まあ、自己紹介ね、でいきましょうかね。あ、まあ、いいか、私の隣から、はい、リトルモア加藤元井さんです。よいしょ、よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。よいしょ、よろしくお願いいたします。そして、本日ね、はい、11時台、はい、あの、まあ、本放送の方のスペシャルでございます。はい、まあ、じゃあそちら自己紹介、はい、スクービードゥのドラマモビーです。よろしくお願いします。はい、よいしょ、よろしくお願いします。さあ、そして、はい、妻の富山です。よろしくお願いします。はい、富山先生でございます。富山先生、先ほどのタワーちゃんによる、ね、はい、寺岡由布さんの、そうなんですよ、プレゼンの中でもね、何度も出てきました、名前がね、可愛い教え子が、あの、しかもマヨネーズを入れるとふっくらするというね、はい、豆情報までいただきました。あ、よかったです。はい、これはパンケーキノートに載せた情報、ね、そうそうそう、理屈上はどういうことなんですか、これは。あの、油分が生地とこううまく混ざるとふっくらするので、うん、はいはい、まあ、サラダ油とかでもいいんですけど、はいはい、マヨネーズが一番こううまく生地とこう混ざるって、キューピーかなの人たちがもう、あの、調べて論文っていうか学会発表みたいなのしてるんですよ。そうなんだ。はい、なので確かな情報でございます。はい、科学的にも証明されているということでございます。はい、さあ、ということでこのね組み合わせ、まあ、皆さんね、あの、仲がよろしいってのね、前から、はい、仲がいい、いや、だってあの、あれでしょ、あの、ネオ日本食あちこちに食べに行く、僕担当編集、はい、はいはいはい、胃袋担当です。もば食べる方、はい、結構遠征してそのネオ日本食食べに行ったりするなんて、ね、そうですね、名古屋一緒に行きましたね。うん、はい、ネオ日本食食べるためだけだけだけですね。すごいですね。暑いな、名古屋にね、うんうんうん、暑かったね、一泊で、はい、食べるため、何食べたんですか、ちなみにそれは。あれがメインだったね、あんかけスパをメインに、あんかけスパシリーズですね、はいはいはい、夜あそこで終わった店、ね、店で、はいはい、店はね、終了すると、はいはい、いますよね。で、朝はモーニング食べて、はい、まあ、名古屋のこもいろんなのついてくるような、はい、そうです、はい、あんこ地獄を味わいという感じでやってます。まあ、そんなね、仲良し3人組なんで、そうですね、仲良し、はい、あ、もうすでにですね、後ろに不穏なタイトルが出ているんですよね。歌丸さんの知らないモビーの夜の顔、これは、あの、加藤元井さん、僕がスライドを作ってまいりました、ね、はい、あ、そうなんですね、はい、プレゼンをしていただくわけですか、これは、はい、これ一体何なんですか、夜の顔って。別にそんな知りたくないですけど、ね、あ、知りたくないですか。知る人もないです、ね、モビーの夜の顔って何言うの、そんな。いや、でも一回30ぐらいまで、あの、つい最近、あの、はい、去年の名古屋のそれこそライブの打ち上げで、はい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 、一緒に飲んだんですけど、飲み上げましたね、僕は途中で、あの、はい、ダウンして帰りましたけど、うん、はいはい、ね、ガスか寝るぐらいしかないと思うんですけどね。やっぱこう本編でクイズも、うん、あの、出題されるっていうことなんで、はいはい、やっぱ歌丸さんも、うん、モビーさんのこともうちょっと深く知っといた方が、まあ、確かにそのよく考えたらね、私生活のことは知らないですよね。そうですね、知らない、知らないですね、知らなくていい。やっぱ出題者のそんな知りたくもない、パーソナリティを知ってると答えやすいっていうことも、はい、あ、なるほど、こういう生活をね、こういう人だからこういう部分で出す、はい、まあ、それはそうかもしれませんけどね。そうで、やっぱリスナーの方 もう深く知っていただくと、うん、より楽しめるんじゃないかなと思って。あ、確かにこういうパーソナリティなんだなって確かにね。はい、加藤さんはそれなんでそんなに、あの、普通にスラスラ喋ってるんですか。いや、わかんないですけど、うん、ね、あの、はい、タモリクラブも出て、タモリクラブどういうことなの。おかしいでしょうね、編集者でね。そうですよね、はい、まあ、キャラがね、見込まれて、はい、大事故でしたね、はい、いやいや、素晴らしかった、よろしくお願いします。さあ、ということで、どういうことなんでしょうか。まあ、さっといきますけども、うん、まあ、モビーさんのですね、構成要素を、まあ、あの、ざっとおさらい構成要素、はい、うん、モビーさんといえば、言えば、はい、言えば、ドン、まあ、あ、いいね、これすごい、うん、パワポの技術、パワポの技術今日あの、パワポ使う編集者っていうとちょっと一人やっぱね、あの、飛んだ最高あらし、そうだったらしいですね。 そことちょっと重なる感じに、ね、なっちゃうの、まあ、ドラムス、ね、まあ、ドラマーですからね、はい、ドラマーですね、ダチイチイチ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 、今日白バージョンも来てきました、はい、あの、脇田モーナリちゃんの、あの、エストエストエストっていう曲ね、ダチイチイチ連発でした、はい、すごく上がっております。はい、そして、まあ、当然ドラム、そして野球です、ね、野球を好きね、はい、あの、明日僕午前8時からダゾーンという、うん、ウェブ TV サイト あのメジャーリーグの解説を、解説、はい、クイズの出題と解説、はい、今年から解説始めまして、もう7試合目ぐらいですね、もうね、うん、あ、そう、すごい、できるのがすごいよね。なぜか仕事来ましてね、うんうん、やっております。あの、熱狂的なカブスファンでいらっしゃる、はいはい、ずっとね、いつもカブスの帽子かぶってるよね、はい、
でワールドシリーズも去年見に行っちゃいまして。ああそんなの、はい、これカブスそんなに好きになったきっかけってあった？現地で見てください。95年に現地で見てからすっかり光を浴びまして、あれちょうどブルースブラザーズ の映画の女王の2人の、住民票登録地がリグレイフィールドってカブスの球場なんですよ。でそれもあってこうソウルミュージックと重なって、あそこでブルースブラザーズのあれで行ったんだ、もう あって見に行ってもカブス最高って、まあ、カブス、まあ、見るだけじゃなくて草野球も、草野球も、はい、そうです、確かにそうです、はい、野球ね、野球、ドラム野球、そしてクイズ、まあそうです ね、もうこの時点でちょっとおかしいですけど、おかしいですね、はい、これはまあ最近ちょっとね、まあ、ドラム野球クイズ、ここまではまあ僕の知ってるモビプロのクイズ作家でいらっしゃった、はいはい、うん、高校生クイズ2008年、はい、まあ、それは本編の、はい、まあまあ、面白いですからよろしくお願いします、はい、さあそしてそれから まだあるんですけど、大衆酒場ですね。大衆酒場、大衆酒場大好き、はい、そうですね。大衆酒場ってどういうところなの？赤ちょうちん、まあ、まあそういう感じのね、うんうん、まあ、2000円でお釣り来るぐらいの、結構ベロン。これ富山先生も一緒に行ったりするんですか？これは、はい、うん、私は人生初大衆酒場は、うん、この人に。そうですね、だってもっぱらパンケーキだね、そういうね、感じから来てるのにね、はい、初デートが立石の内田です。う、内田っていうの有名な、はい、大衆酒場、はい、あ、はい、そうですか。これ酒場好きの人に言うと、最初からすごいとこ連れてかれたねっていう。結構 それすごいっていうのはハードコア、ハードコア、ね、難しい、ストリート難しい、ちょっと難解難しいです。だからこう不調がいろいろあって、不調、はい、頼み方がある。あ、だから東城が行くとちょっと、まあでも楽しい、まあ優しくしてくれますけど、はい、それそうですね、居酒屋ですよね、これね優しくしてくださいってことで、ね、はい、大衆居酒屋、大衆居酒屋、大衆酒場ね、うん、そして寝言ですよね。寝言、はい、うん、モビさんといえば寝言です。これ寝言ってね、やっぱバンドつながり寝言って音ね、はいはい、寝言いますけど、はいはい、バンドね、素晴らしいのがあれじゃないんですね、本当に寝言、本当に寝てる時にモビさん寝てもすごい、うん、寝ててもすごい寝ててもすごい、うん、これはでも正直ちょっとなんか色っぽい話っていうかね、夜の顔って、うん、だって、いやいやいや、ね、奥様しかこれ見えない話じゃないですか、これは。だって今のところそうですね、はい、まあ、でそれはいつ、じゃあ富山さんが気づいたんですか、これは。そうですね、うん、2010年ぐらいから付き合ってると思うんですけど、うん、はい、うん、とにかく寝ぼけと寝言がすごくて、うんうん、で一番その寝言じゃないんですけど寝ぼけですごいのは、真夜中に四つん這いになって私の周りをこうぐるぐるエクソシストじゃないですか寝てる私の周りをこう犬のようにですね、うん、回るんですよ、うんうん、で時々私の溝落ちに頭突きをしてくるっていうこれ夢とか覚えてない？これは多分朝までミシクウェブで DJ をした帰り、酒は飲んで、かつこれ多分ショットをすごい飲まされる、うんうん、酔いもある、ギリギリなんとかこう、うん、家にまでたどり着いた、うん、で寝落ちだと思うんですけど、寝てないでしょうね多分ね、うん、頭が多分起きてる、うん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 、あ、じゃあ酔った気候ではあるわけ、それはね、はい、はい、でそこで、まあ、この人やばいと思って記録をつけ始めたっていうのが、うん、やっぱね、やっぱ学者体質が、はい、うん、リサーチが、リサーチがそこから始まって、やっぱ起きた時に昨夜こういうことがありましたっていうことをやっぱこう、はいはいはい、報告していった方がいいかなっていうことで記録をつけ始めた、はい、そんなにいつもその何寝言が突出してるんですか、なんか。じゃあちょっと見て、はいはい、どんな寝言、はい、はい、モビの寝言1、わすっげえ暗いと思ったら目つぶってた、これですね、はい、かわいいですよね、かわいい、でも起きててもこんなこと言わないですよね、まあどういうシチュエーションなんだっていう寝てるんですよねこれ寝てるんです、もう私も寝てますし、真っ暗闇の中で結構これ大きい声で話をするんですよ、うんうん、はっきり言うのね、割と言います。で、うん、うち結構細長い家で、うんうん、結構距離あるんですよ、私がまだ起きて原稿をやっている、彼が先に寝ている、うんうん、はいはい、5メートルは軽く離れてるんだけど、うんうんうん、むちゃくちゃはっきり聞こえる、わーすげえ暗いと思ったら目つぶってたボソッとじゃないんですね、うん、これね、はっきり言うタイプ、はっきり言う、そうで、うん、あ、起きてんのかなと思ってどうしたのって言うとスーって寝てるんですよ見に行くと、これどんな夢見てたのか当然覚えてない、全く覚えてないですね、うん、これを言ったということも覚えてないんですよね、もちろんね、全く覚えてない、ね、いや俺自分寝てる時の方が面白いなと思いましたもんね、おいやいやいや、寝言ね、結構ほら寝言言うことあるけど、こう口に出してわーって言ったことでそれで目覚めちゃったりするじゃないですか、うん、なんだろうなんとかって、うん、でも覚めないんだね、覚めない、うん、深い眠りがね、どうなんでしょうね、うん、分かんないけど、はい、もう一個見てみる、うん、
ギャル風に手を振りながらこう。そうです、そうです、こうです。寝て、これ寝てんだよね。寝てます、寝てます。おしょこちゃん。おしょこちゃん。誰なんだって話します。おしょこちゃん。おしょこちゃんは何？わかんないんですよ。おしょこちゃんは富山さんに関連する何かなんですか？いやいやいや、全然知り合いにもおしょこちゃんはいませんし。でもギャル風に手を振ってるってことは自分は少女であるとかそういう設定なんですか？多分夢の中でそうなんでしょうね、うん、完全に女の子だった。しかもなんかおしょこってさ、うん、そんな名前だよ。なんかね、昭和のなんかいい ね、うん、生き別れたなんかレッチなんか方向に生かされた子みたいな、しょうこ、ん、さんって方もいないしな。おしょこちゃん、おしょこちゃんって名前聞いたことあるだって。ない、ないですよね。言ってましたよ、おしょこちゃん、おしょこちゃんだよねって。で違うよって言っといたけど、違うよって言うんだよ。一応言います。本当はいけないんだけどね、うん、そしたらどうしたんですか？またスーって出てるんですよ。おしょこちゃん、おしょこ流行りそうですね。さあ続いて、はい、はい、一旦これですよね。サザンクロスが見えな、あ、なんでもない。これなんですか？ここまで寝てる。サザンクロスです。南十字星、そうでしょうね、うん、でこれ、あ、なんでもないで多分一瞬覚醒したんだと思うんですよね、うん、つまり自分が何か今変なことを言ったぞと。目覚めた。そう、半分半分。半分。これは記憶あります、僕。ああ、あるんですか？その言う、その、うん、あ、なんでもないは記憶あるんですよ。サザンクロスが見え、あ、なんでもない。多分これ寝言だなと思ってた。可愛いですね、ここまで含めてね。はいはい、これどういう、でもさ、そこまでだったら寸前まで見てたわけじゃん、夢。どんな夢だったか。いや、多分だから南半球に何か行ったんでしょうね。それはサザンクロスだろうね。そうそう。で、まあでもなんかこうさ。サザンクロスを頼りに、南十字星を頼りに進むんだみたいに言ったら、サザンクロスが見えない。いや、それか、これ自分の話で言うと多分第13回アメリカオダのウルトラクイズを見てて、あれオーストラリア行ってるんですけど、ウルトラクイズの話になるの、それを見た直後だった記憶はあるんですよ。あ、じゃあオーストラリアのなんとか気分だったね。そうそうそう、多分。なんだ、オーストラリア来たのにサザンクロスが見えない。あ、なんでもないです。あ、なるほどね。それはそっちの方が説得力があるかもしれないですね。じゃあツイッターで富山さんがもう結構頻繁に寝言報告してくださるんですよ、うんうんうん、あ、そうですそうです。あの、結婚したからいいかなと思って、うんうん、それまではスマホにメモしてたんですけど、ツイッターでリアルタイムで報告するっていうことに方向を切り替えたんですよ、うんうんうん、はい、そんぐらい新作が常に量産されているという。そうですそうです、はい、そういうことでございます、はいはい。だからあの生活のパターンがちょっとずれてらっしゃったっていうのもあるんですよね。確かにね、寝るのが遅いので、うんうん、そこで、まあ、ある程度収集ができると、うんうんうん、はい、それを加藤くんが勝手にまた収集してるんですよ。そうです、はいはい、それですごい溜まったんで、うん、ちょっと一回エクセルにしたんですよ。一枚目は割と揃ってるはずなんだわ、相手チーム。これ多分野球、草野球だ。一枚目は、一枚目って何だか分かんないね。ACU どうじゃない。ああ、そういうことか。選択してマイナスイオンが出てるかと思う。これとかさ、これとかちょっと不穏じゃない？ごめんなさい、ごめんなさい。瞳のごめんなさい。そうそう、瞳って誰？そう、どこの女っていうね。分かんない。なるやつでしょ。わあ。男だったっていう14番。14番。あ、全員男だった。何でしょうかね、ライブかな。ライブかな。8番も結構僕好きなんですね。あ、うん、まあバラカンまでよ。ピーターバラカンね。お会いしたこともなくて、僕はそんなあのバラカンさんって必ずさん付けで言うんですけど。呼び捨てにしてたよ。26本もよくないですか。ズボン8だよ。これがここまでにはとどまらないですよ。いいじゃないですか、今日も夜になってしまった。夜だよって。かわいいや。これ何、スタボロ彼氏って。ズタボロかな、ズタボロ彼氏、ズタボロ彼氏って一言だけ言い置いて寝ましたね。言えてない。嫌じゃないですか、もうこれ完全に陰夢ですね。これ絶対やらしい夢を見てたと思いますけど、はい、それを自分の口で言うのがおかしくないですか、ね、言わないもんね。これもちろん25個だけじゃなくてもういっぱいあるシャルウィーダンス、シャルウィーダンス、シャルウィーダンス、ペンライトが1本増えた。さっきね、わーすげーってくれたと思ったけど、セットじゃなかったのって。セット自分が出てるかどうか分かんなかったから。うん、ごちゃごちゃになっちゃった。とにかくゆきちゃんを褒めた。ゆきちゃんって誰、ゆきちゃんって誰、ゆきちゃんって誰。あ、これ多分私だと思います。はい、
ボケをするからツッコミが必要だよね。いや、ゆきちゃんちょっと甘えてますよ。ゆきちゃんチケットの割引賃だけ欲しい。どんどん、そうそうそう、ナイアガラの滝とかね。あとさ、うんちき関西弁、うん、鹿の骨やで、うん、僕一応あの両親兵庫なんで、あ、まあそうだ、実家で使った、それはいいんだ、それはいいんだ。他のバンドの名前言いたくないからやだ。負けず嫌いですね。ちょっとやっぱあるのかね、心に。これやばいじゃん、これ。これ夫婦愛。ゆきちゃん、ありがとう。ゆきちゃん、本当にありがとう。おやすみ。そうなんですよ。おやすみって寝てるんですよ、これ。歌丸さん、いいとこに気づきました。はい、僕、これ120個集めたんですけど。これ、黄色は？この黄色は、あの、うん、富山さんの寝言傾向についてのレポートですね。うんうんうん、さて、今夜はどんな寝言を言うかな、などと期待させるようなことを言った寝た日に限って、めっちゃ静かとか。なるほど、はい。観察もね、してるので。これデータベース化することによって分かったことが、はい、あるんですよ、はい、すぐ分かったことがある、はい、うん、それは、まあ、こういう傾向の寝言がめちゃくちゃ多いんですよ、さっき言った、はい、つまり奥様、奥様、うんうん、こういう、うんうん、ゆきちゃんがとにかく出てくるんです。ゆきちゃん、ありがとう。すいません、本当にありがとう。おやすみ。嬉しいじゃないですか、ね、こんな寝てんですよ、ね、寝てるんですよ、うん、まあ、でもさ、うん、寝てても思ってんだなって、まあ、ありがたいですけど、うん、本当にうるさいんで、うまいですね、かわいい、かわいい、のろけか、のろけかな、はい、こういうのあるさ、あ、くわ、今さ、今さ、くわ変えてみました、うん、くわって言う、わ、いや、まーちゃんかわいい。これでも思ってんだよね、うん、でしょうね、うん、いいよね、いや、それ取れてすごいいいことじゃないですか。あ、はいはい、かわいい、かわいい、すいません、本当に、はい、すいません、羨ましい、嬉しいよね。でもゆきちゃんかわいいよね、ありがとうございます、はい、でも巷ではね、うん、不仲、不倫、うん、離婚、はいはい、DV、うん、などなどある中でいろいろありますね。こんなに仲いい、うん、こんなに奥さんが好き、うんうん、妻が好き、うんうん、もういい、もういいことしかないじゃないですか。まあ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 、微笑ましいですよね。あれ、そんなにピンとこない。いやいや、ピンときても、いや、いいな、いいなと思いますけど、うん、僕これ大好きで、はいはい、だんだんこうなんかモビーさん の, その富山さんが好きっていう気持ちがなんかこう寝言から伝わってくるのがすごく温かい気持ち、はい、幸せな気持ち、幸せになってる、うん、それで一応データベース化したんで、うん、分析もしてみたんですよ、はい、どういう内容の寝言が、はい、寝言の分析、はい、寝言の分析、うんうん、どういう内容が多いのかっていう、はい、まあ、ほぼ意味わかんないですけど、はい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 、あ、でもやっぱゆきちゃん多いんだ。そうなんですよ、だからここからここまでがあの理解できた寝言なんですよ、うん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 、だから理解できた寝言の中だけでいくとですね、うんうん、はい、50% ゆきちゃん実にすごい。でもこれってもうさ、あれじゃない、モビーの頭の中の比率なんじゃない、これ実際もはや音楽が 17% ゆきちゃん音楽、うん、野球、食べ物、あと口笛ですね、うん、まあこれは音楽と考えればさ、だいぶ音楽多いじゃないですか。そうですね、うんうん、音楽多めですけどね、うん、はい、まあ、でもゆきちゃんはだってこれ夫婦だから欠かせないんだからさ、うん、ね、ありがとうございます、うん、いいことじゃないですか。すごいな、あ、そうだ、初めて見るんだもんね。そうそう、初めて見ました、うん、分析してみた、ありがとうございます、うん、50% ゆきちゃん、 ゆきちゃんいいなそんな声、ね、ですぎるじゃないですか、はい、それで、うん、まあ、せっかくまとめたし、うん、ちょっと売ってみたんですよこれ。え、商品にしてみたんです。モビーの寝言帳初版、そう、うん、あのちょっと持ってきたんですけど、あ、物がここに、うん、寝言帳っていう単語帳を作ったんです、はい、モビーさん、はい、これね、単語帳っていうか、これ、あ、ちゃんとなってますよ、皆さんね、これこそ僕の直筆です。あ、これも、何が書いたんだで、さっきの、あ、さっきの順番ですね、はあ、てそうです、裏に、うん、裏 に, 裏 に, 裏に富山さんとモビーさんの解説が入ってますね。あー、なるほどね、書き下ろしで。シャルウィーダンスは何だ、シャルウィーダンスはあの映画は好きですうん、うん、そういうわぁ、すげえ暗いと思ったら目つぶってたは、見ている寝ている自分の方が何倍も面白いことに気づいた一言です。我ながら名作だと思います。なるほどね、うんうん、そうです、怒った口調で缶詰め缶詰あまり買わない方です、うん、しょうもないでしょ、しょうもないんです、しょうもないんですよ。出来上がってみて本当にしょうもなかったんですよ。しょうもない。ゆきちゃん明日学校、まあこれ普通にね、翌朝が月曜だったのに、確認したんだと思います。肉片を配らなくてはならない、
希望者に。あ、これはですね、はい、名作で、名作、あの肉片を配らなければならないの後に実は私が誰にって聞いてるんです。あ、なるほどね。そしたら希望者にと答えて入れていったって。肉片を、肉片って言わないでしょ。言わないですね。肉片を配らなければならない、誰に、希望者に希望します。これは付き合い始めの頃の発言です。はい、いいですね。でもこれ後に肉片を配ることがあったんですよね。いやいや、そうじゃなくて、うん、なんかしゃぶしゃぶとか行くと俺は今肉片を配ってるってそれ以来言うようになったっていう。あ、そうか。すいません。そう、正夢みたいにいつも言うけど、そうじゃないからね。伸びって書いてある。あ、あと、あの気候系も書いてあるんですね。寝ていたおかまちゃんがいきなり起き上がり財布の金を数え始めた。はい、そういう。そうです、四つん這い系の、うんうん、まあ、動きが伴う。関東近郊でも回る居酒屋あるけど分かんねえ、分かんねえよ。なるほど。長い。自分で分かりません。はい、ハイティーン武器は山下達郎だからね。ね、ね、翌朝これを教えたら俺正解って言ってました。めちゃくちゃでかい声で3、2、ドラムのカウント、うん、そうなんですよ、うん、ドラムのカウントじゃないんですよ、うんうんうん、野球なんですよね、スリーツー。ああ、スリーボールツーストライクか、はい、あるいはこの年のカウントダウンライブの練習をしていたのかもしれません。だってよ、その年カウントダウンライブあった、スリーツーワンおめでとうってこと。なるほどね、うん、これすごい売れてるんですよね。まあまあ、はい、あ、会場で言ってんの、会、イベント、自分たちのライブだと、うんうん、イベントライブ、まあまあ、自分たちバンドのものを売らなきゃいけないから、うんうん、個人のものを売れないので、うん、トークイベントだったりとかですね、うんうん、あとこの前ライジングサンロックフェスティバルのですね、うんうん、出ない日に、うん、売ってるんだ、飲み屋、飲みのベース、うん、飲みのスペースで、ちょっとだけ僕が臨時のなんかまあ従業員みたいなのやった時にちょっと売らせてもらったりとかして、うんうん、はい、眠れない密林のアフロ。なんだよ、自分のことなのかね。ゆきちゃんから寝姿が眠れる森の美女風と言われています。ちょっとガーリーの、そうそう、うんうん、眠れない密林のアフロって言ってた。本当なんですよこれ。でも眠れぬ森の美女と眠れない密林のアフロ、自分の髪の毛もじゃもじゃで自分のことなんだ。寝ながらでダジャレをどうも言ってるらしい。だから僕が一番初めに説明したかった、はい、モビーさんといえばドラム、野球、クイズ、大衆酒場、寝言、うん、愛妻家、愛妻家、なるほど、始まった愛妻愛妻家と一緒だね。こんな人前、すいません。本当に愛妻家がこれからクイズ出すぞっていう紹介をしたくて、素晴らしい。これ我々が消しかけたわけじゃないですかね。加藤君がやりたい。これ加藤さんが、加藤さんがこのパッケージングしたわけです。だからさ、一番やばいのは加藤さんかもしれない。そうなんですよ。でもまあ編集者としてさ、やっぱりこれ、ね、編集ですもんね。これ、まあ、編集、ね、編集作業ですよね。そう、情熱を持って、うん、これリトルモアから出さないですか。これやっぱ1000ぐらい溜まったら出そうかなと思ってますけど、ね、数だ、そっちの数、寝言の数の問題、ね、数ですね、うん、クオリティはもうバッチリなんで、うん、あの数ですね。クオリティとね、1000は結構きついね、はい、だからちょっと頑張って、ね、今何個頑張って寝ないと、まあ、120ぐらい。あ、ちょっとまだまだだな。それでね、年取ってきたせいかね、なんかね、寝言が減ってきてるんですよね。あ、だんだんね、ちょっとね、だんだん眠りがこう深くなってってるのか、うん、なんか滑舌がね、滑舌も悪くなってきて、何言ってるか分かんないことも増えてまいりまして、寝てる時のことまで指摘されて。横浜って軍なんだね。横浜軍、横浜なんとか軍、横浜。この思いっきり間違えてるんですか、これの。間違いですね。そう、寝てるのに、もう寝るわ。このパターンある、ね、そうですね、楽しいですよね。割とポジティブな人かなっていう感じはしますね。知り合いとかに聞くと、もっと悪口を言ったり攻撃的なことを寝言で言うという人もいると聞くので、なんかさ、自分が寝ている状態、まあ、そのお休みもそうだけどに対する言及、自己言及的なのも多くないですか。自分が寝てるか寝てないか分かんなかったから。そうですね、ね、お休みとかもう寝るとか、ね、これ何、還付何十、多分これ還付金でしょうね。還付金確定申告、そうです、2月なんで確定申告ですかね。申告がちょうどやり始めた。これ寝る瞬間もすごいですよね。岡本ちゃんが目はつぶってるけど寝てないと言い張った3秒後に寝ました。岡本ちゃんが迷い込んだイリュージョンやでと言って寝てた寝つきがいいんですよ、ね、寝つきいい、寝つきはいいですね。スコーンと出ますね。お休み3秒ですね、はい、俺寝れるかなって言いながら寝ていくからね。俺寝れる。
寝ぼけながらもどうにか自分で布団を敷き、ゆきちゃんの足の薬指と小指の間と言い残したのか岡本ちゃん間がどうしたんだ。ゆきちゃん多いね。やっぱゆきちゃん締めてんだな、うん、ほぼゆきちゃんって言っても過言じゃないですね、うん、ありやありやなしやちょっと本当に面白いね。本当ですか。小出しいやまあよくメモってるのもメモってるね。と思いますけどね。 C 今 C っつってたよ。 P T 何いいね、これあのペンパイナップアップペンより前なんですよこれ。だから全然意味が僕も分かんないんですよこれね。その解説聞いても分かんない。それ聞いてもよく分かんない。あ PP そう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  PPAP ですね。すごいですよね。いいですね。すいませんなんか大丈夫。今ね夢でね GD さんで見てたらね雪崩が起きた。今の音と連動してる。この会話はちゃんと覚えてるから覚えてない覚えてない。だからやっぱこれもさやっぱあの ね自己言及だから分析にちょっと一個さ、うん、ジャンル、うん、自己言及ものっていうか、うん、睡眠自己言及もの。そっか、うん、睡眠自己言及っていうカテゴリーも作んないと分析はちょっと、うんうん、はい、はい、ちょっともうちょっといけるかもしれない、ね、転生 で、ね、でも睡眠自己言及とゆきちゃんが混ざってる場合もあるじゃないですか。ああそれどうしていくかってことなんですね。そうそうそう分類、うん、まあ両方の要素がある場合があるからね。加藤君どこ行こうとしてんの本当夜中の12時半ぐらいまでかかりましたね。やっぱ分析表を作る。 ありがとうございます。どういうカテゴリーで分析したらいいか。でもまあモビーがまあ性格いいんだなってのは分かりましたよ。いやいやありがとうございます。それしか得られなかったですか。クイズ、ごめんごめん、ちょっとどういう曲いや分かんないですけど歌丸さんは寝言は言われない。寝言言うと思いますよ。あのたまにはただ結構起きちゃうんですよね。あ言って起きちゃう。寝言を言った瞬間に。あそっか。すごいあのだから覚えてるんですよ結構自分でこうやって笑いながらバーカバーカバーカ落ち込んでるバカは俺だってそうか、起きないんですよね一瞬薄目を開けても記憶がない。はっきり言う系の人いるよね本当ね。本当に腹から声が、うんうん、むしろ起きてる時の方が声小さい、ね、です。わかりました。でもまあ、わかんないけどなんかいいものなんか。わかんなかったですね。わかんないけどわかんないけどなんかいいかな。いや僕これ好きなんですけどね。あとまあ仲いい、いい感じかな。いや俺寝落ち寸前の岡本ちゃんが突如金ちゃんの仮装大賞の合格音を口ずさみペッとペッとあれよかった。これよかったですね。眠い時はもう耐えらんないってこういうとこまで行くわけだじゃん。もう本当にうとうとみたいな、うん、めっちゃ待ってね、僕速攻寝ちゃうんですよね本当にね。でいわゆる電池が切れるみたいな感じで寝ていきます、うん、結構限界まで起きてるわけだからね。あの要はそのもうほぼほぼもう寝る時間だからって布団に入るんじゃなくてもう限界まで行くと。そうですね。それが割と早めに来てしまう、うんうん、すごいですよね。これちゃんと文章を言いながら寝るんですよね、うん、大家さんとこの犬がかわいすぎる2万字インタビューしたと言って言い残して寝た。固まってますよ。パンダみたいな、パンダみたいな野良猫が俺に懐いてきた。それだけです。平和とか言われちゃう。平和です。いいですね。集めたいですよね、うん、ぜひ皆さんも記録してください、はい、まあ、あなたの周りにもね、うん、もっと面白い猫がいると思うんですよ、はい、パンダも多いなって言われてますけどね、はい、パンダも多い、うん、はい、パンダみたいなのが猫、ね、こうパンダ気づいてないよ多かった、うん、フロイトとか勉強してちょっと、うん、なんかした方がいいかもしれない。フロイト勉強したらなんか分かるんですかね。ユキちゃんがスキー場のこと分かるんですかね。分かりたい、うん、すいません、はい、ここ本放送出ますけど、はい、寝言ビッグデータ化計画ということです。すいません、はい、ということでございます。はい、ということで失礼いたしました、はい、生放送最後のですね、この本放送直前の最後のラジオ、コーナーでございました、リトルモア加藤元さん、そして失礼いたしました、スクービードゥからモビー、はい、そして奥様富山由紀子さんでした。よいしょ、ありがとうございました。失礼いたしました。すいません。うん、あ、本編でもそう、はい、クイズ特集でよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで一旦ここで CM です。